本日は動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画では大和証券が提供する不動産サービスの一つである建築による土地の有効活用についてご説明させていただきます。現在お持ちの土地についてお悩みがある方や、これから土地を探して不動産運用をお考えの方はぜひご視聴ください。まずはすでに不動産をお持ちの方に向けた有効活用事例をご紹介いたします。不動産には用途に応じた様々な役割があります。現時点でお持ちの不動産が最適な状態であるかどうか考えてみましょう。お持ちの不動産で築30年前後の不動産はございませんか？古い賃貸マンションやアパートをお持ちのオーナー様は想定した賃料で入居者が見つからないといったお悩みを抱えております。一方、建物の老朽化により賃借人からクレームを受け、対応するための修繕に伴うコストが多く発生する時期でもあります。今後の運用を考えると、新しいものに建て替え再度収益化を図ることを検討してみてはいかがでしょうか。資産を相続する際にも、古い物件よりも新しい物件の方が資産を引き継ぐ家族にも喜ばれるでしょう。その他、ご自宅や自社ビル、社員寮などの建て替えなども老朽化に伴い検討するべき内容となります。老朽化による不具合は居住しながら修繕するのが困難となる場合が多いため、不具合が発生する前に対策を講じた方が良い結果となることが多いでしょう。まだ建て替えは早いかなとお思いの不動産に対する修繕またはバリューアップの相談も受けたまわります。効率的にお持ちの不動産を修繕していくことで、より長い期間投資回収できるようご提案させていただきます。コインパーキングや月決め駐車場を運用しているお客様の中には、現状の収益性が低いことをお悩みとしている方が多くいらっしゃいます。建物が建築されていない土地は固定資産税が多くかかるため、将来の相続対策や収益性の向上を目的としてマンションやビルを建築し、投資効率を上げる検討をする方もいらっしゃいます。また使用していない遊休地などをお持ちの地主様も、土地の有効活用を検討してみてはいかがでしょうか。次に、これから土地を探して建物を建てたいといったご要望に応じたご説明となります。検討する土地にどのくらいの規模の建物が建てられるかは、土地を検討する上で非常に重要な要素となります。大和証券の提携会社の中で建築会社から派生した不動産仲介会社は、土地の紹介と建物イメージをワンストップで提案できるため、土地から検討されているお客様には非常に好評いただいております。具体的にどのような土地を検討する方がいるのか見てみましょう。土地を購入し収益不動産を建てるニーズです。土地の場所に合った企画を提案することができる建築会社を選ぶことが重要です。紹介する土地の中には、すでに参考プランが入った建築条件付き売り地などもあります。自宅や自社ビル用地を探されているお客様は、すでに場所と建物規模がおおむね決まっております。土地を検討するタイミングから、どのくらいの大きさ、間取りで建物が建つのかが分かれば、ご予算に合わせた広さの土地を把握することができるため、物件選定の際にとても役に立ちます。大和証券では営業担当が窓口となり、複数の建築会社を紹介することが可能ですので、各社の特徴を比較した上で適切な一社を見つけるお手伝いをさせていただきます。より詳しい内容をお知りになりたい場合は、大和証券の本支店営業員にお問い合わせください。大和証券の本支店営業員を窓口として、お客様の適切な一社を見つけるお手伝いをさせていただければ幸いです。